クレジットカードクレジットカード、提携カード提携カードの例、愛媛銀行のキャッシュカード一体型クレジットカード、姫媛銀、JCB カード明日提携カードは、クレジットカード等購入圧戦業者のうち、クレジットカードを発行するものが、企業その他の団体と提携し発行する、クレジットカードである。クレジットカード等購入圧線業者が企業その他の団体と提携し発行する。 クレジットカードを提携カード、発行元が単独で発行するクレジットカードをプロパーカードとそれぞれ呼ぶ。提携先は金融機関、交通機関、医療機関、教育機関、国際機関、商業施設、宿泊施設、旅行業者、石油元り、電気通信事業者、メーカーなど様々である。近年では提携カードを発行したものの、 売上や取扱い高の増加につながらず、コストだけがかかってしまい、提携を打ち切ったり、提携先がサービスレベルを下げたりするケースも出ている。発行元も提携先へのディベートや会員へのサービスが増えると利益が出せなくなると、決して良い面ばかりではない。また、発行元と提携先の間で会員に関する情報が相互に利用されることに留意する必要がある。 提携カードは提携の仕方によって、ダブルカード、スイッチカード、代行カード、ツインカードなどの形態に分かれる。クレジットカード会社が団体と提携して発行する。会員は、提携先の会員特典やサービスが受けられる。カード会社と提携先の両者にとっても、独自の会員特典などで顧客を固定化できるほか、データの蓄積、分析で、さらなるサービスの向上や、 商品開発、売り上げ、取扱い拡大につなげることができる、マーケティング目的の要素が強いカードである。提携カードといえば、一般的にこのカードを指すことが多い。異なる2つのクレジットカード会社が提携して、両社の発行するカードを合体させ1枚にして、発行する。会員は、1枚のカードで両社に会員登録され、 両者の加盟店を利用でき両者のサービスを受けることができる。その反面、入会時に両者の審査を受けることになり、利用限度額も両者別々に設定され、利用代金の請求も両者から別々に行われさらに引き落とし日も異なる場合がある。この提携カードも少なく、主に鉄道系クレジットカード会社、航空系会社の提携カードが存在する。 片方のカード会社が、ノウハウやインフラに乏しい場合や経営を合理化する場合、提携先のカード会社に、業務委託し、両カードの予にや回収が、提携先で一括処理されているケースがある。そのケースでは本来スイッチカードであっても、機能的には業務を自宅する、カード会社発行のダブルカードと同じようなものになる。なお、イギリスで、 スイッチカードといえば、デビットカードの一種であるスイッチを指すことが多い。クレジット業務全般を審判会社などに委託して発行する自社ブランドのクレジットカード。加盟店が少なくメリットも多くなかったため、近年はダブルカードに移行して廃止される傾向にある。また、クレジットカード会社を設立し、独自の特典があるクレジットカードを発行するようになって廃止される。 ケースもある。クレジットカード会社が他社のクレジットカードを代行して発行する際に、クレジットカード会社のプロパーカードも同時に2枚セットで発行する。カード会社にとっては発行コストが増え、会員にとっては2枚持つとかさばったり、それぞれ番号が違うなど使い勝手が悪い。そのため1枚のダブルカードに移行して廃止される傾向にある。 提携カードのうち提携先が非営利団体であるものをアフィニティカード、その他をコブランドカードとそれぞれ呼ぶ場合がある。両者を特に区別する場合に用いられる。アフィニティカードはクレジットカードの利用金額に応じて算出した寄付金を提携先である非営利団体に寄付する仕組みとなっているものが多い。寄付金は発行元が負担するため、 クレジットカードの会員は負担する必要はない。また、ショッピングの利用に応じてた丸ポイントを金銭に換算して、非営利団体へ寄付したり、ふるさと納税したりすることができるサービスを設けているものもある。提携先にとっては、会員証やポイントカードを発行する際の費用の一部または全部を削減できたり、提携先が経営する店舗で提携カードが、 利用された場合の手数料率が一般のクレジットカードに比べて優遇されたり、ダイレクトメールの送付を一択できる等のメリットがある。提携カードは発行元のサービスに加え、提携先のサービスを利用することができる。したがって、提携カードはプロパーカードよりサービスが多いと思われがちであるが、必ずしもプロパーカードのサービスのすべてを利用できるとは限らず、 サービスの一部が異なっていたり、制限されていたりする場合がある。近年は、一つの企業、企業グループとの提携にとどまらず、複数の企業、企業グループと提携した提携カードも発行されるなど、提携が20以上になっており、従来の提携カードの形態に収まらない、クレジットカードも存在する。このためサービスはさらに充実し利便性は向上しているが、 その反面サービスや機能が複雑になり、利用者の誤解や誤用が生じたり、クレジットカードの券面も様々なマークやロゴが入り乱れ見にくくなってしまうことがある。提携カードの会員は提携先が提供するサービスを利用することができる。主に次のような機能がクレジットカードに一体化される。など、クレジットカードはショッピングの利用に応じて付与される。 ポイントサービスが提供されるものが多いが、提携カードにおいては、発行元のポイントサービスを採用するもの、提携先のポイントサービスを採用するもの、両者を併用するものがある。また、提携先である加盟店で利用する場合は、他の加盟店で利用する場合より、ポイントが多く付与されるように設計されている、提携カードもある。提携先が、航空運送事業者の場合は、 当該航空運送事業者のマイレージサービスをポイントサービスとして採用する提携カードが多い。このため、航空機に搭乗せずにマイルを貯めることができ、マイルを国内線または国際線の航空券などに交換したり、座席のアップグレードに利用したりすることができる。ただし、特典航空券は共同運送便の一部が対象とならない等の制限が設けられている場合もあるほか、 年油特別付加運賃、空港使用料、税金などが別途必要となる場合がある。銀行キャッシュカード一体型都市銀行地方銀行、第二地方銀行その他銀行キャッシュカード非一体型、キャッシュカード一体型のクレジットカードの部分を分離したものを除く。都市銀行この節では、便宜上、埼玉リソナ銀行を都市銀行とする。 新宅銀行地方銀行、第二地方銀行その他銀行外貨決済、共同組織金融機関銀行系カード、会社貸金業者金融商品取引業者、保険会社ポイントサービス等交通 JR 公営、交通、民営交通等航空、マイレージ航空、マイレージ航空、マイレージ空港高速道路石油自動車、自動車メーカー、販売金融等自動車用品、 販売店等、レンタカー自動車その他、有体サービス旅行物流流通等百貨店駅、ビルショッピングセンターファッションビル地下街スーパーマーケット等、ディスカウントストアコンビニエンスストアドラッグストア化粧品、健康食品等医療、ファッション等家電量販店、カメラ店等家具、インテリアホームセンタースポーツ用品店書店、レコード店、プレイガイド専門店等通信販売等その他。 流通住宅ホテルリゾート外食医療電気ガス電気通信事業者、インターネットポータルサイトネットサービス放送等、出版社映画館、カラオケプロモーター音楽、芸能スポーツパソコンソフトウェアゲーム玩具、模型等特撮漫画、小説、アニメーション作品この節では、便宜上、作品単位で記述する。非営利団体銀行会計交通航空、マイレージ高速道路、 ホームセンター商工会、商工会議所。例えば、クレジットカード業を兼業している。百貨店と提携して発行したカードは、スイッチカードになるが、クレジットカード業を兼業していない。百貨店と提携して発行した場合は、ダブルカードになる。表向きは、区別がつかない。この仕組みを取り入れた、クレジットカードもアフィニティカードと呼ぶ場合がある。商品ブライトワンは、プロッパーカードである。 キラボシクラブカードビザはプロッパーカードである。ただし、新規の申し込み受付を終了している。新規の申し込み受付を終了している。赤はプロッパーカードである。おき銀ビザカードはプロッパーカードである。未来のカードはプロッパーカードである。JCB カードはプロッパーカードである。ありがとうございます。